はい、皆さんこんばんは。はい、キコーナチャンネル、本日はキコーナ加古川店から生放送です。お願いします。はい、いつも通り、本日も無茶ぶりで2人でやっていただくということで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、今日ニコ生初登場ということなので、はい、じゃあ、一人ずつ自己紹介をお願いします。どっちからいきます？お願いします。俺から。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ自己紹介、自己紹介いきましょう。はい、はい、ジャッカルで。はい、お願いします。ジャッカルは副主任、主任。副主任です。副主任。はい、加古川店勤務歴はどれぐらいなんですか？勤務歴は8ヶ月ぐらいですかね。8ヶ月ぐらい。なんかさっきあの中氏の息子とかいろいろ言われてましたけど、はい、あれどういう意味なんですか？あ、ここ来る前、伊川谷で。あ、なるほど。はい、中氏と一緒やったんですか？じいじも一緒やった。じいじ、あ。一緒でした。麻酔店長も、じいじもご存知ということで、はい、じゃあじいじの悪口いっぱい言っててください。よろしくお願いします。はい、じゃあ次も初登場ということなんで、はい、じゃあ自己紹介よろしくお願いします。はい、キコーナ加古川店の森林です。お願いします。え、あれ森さん。はい、あれさっき堂本光一って聞いたけど、あれ加古川のあれじゃないの？こう二人今日キンキキッズ。本当に炎上するんだよ。何ジャニーズ恐れているの？怖いんで。はい。え、モリリンってあれやけどな、なんかここの店長もなんか森みたいな名前やったけど。マリモッコリです。マリモッコリ。卑猥なね。卑猥な方ね。はい。ということで、じゃあ加古川店のスタッフさんは今日はこのお二人で頑張ってもらいますんでね、よろしくお願いします。告知もじゃあこの二人にお任せしていいんかな？いいと思う。いいと思う。なんかお年はあの人。あの人はじゃあまだ出てこないということなんで、じゃあお二人に告知も一緒にやってもらいましょうか。お願いします。はい、じゃあ僕の方から寝台で買えと言いますか、はい、次納品の分で9月2日本日から、はい、北斗8、ウルトラセブンのアマデジ、はい、ゼニー型平日、はい、エヴァンゲリオンのアマデジ、はい、タイガー&バニーの5機種が稼働になりました。はい、で北斗8に関しては地域でも最速導入の、はい、台数も多分今のところ一番をなってるんで、はい、ぜひ明日からも期待してご遊戯いただければなと思います。お、よろしくお願いします。ちなみにモリリン、はい、あのズボン破けてますかって言われてますけど、あれ破けてますか？ズボン破けてるってコメント来てますけど。身内やなこれ。絶対身内やな。大丈夫、ズボンは破けてない。破けてない。今日は大丈夫。今日は大丈夫。今日は大丈夫だそうです。それ違う方のモリリンやと思いますけど、ね。はい、まあ。あともう一つあれかな。これ天球のお知らせが。そうですね、はい、はい。じゃあこれジャッカルにお願いしますか。ジャッカル。はい。9月9日はちょっとお休みをいただきまして、はい、まあ、一応9月10日がまあ新大会初日となるんですけども、はい、まあ、抽選時間は普段9時15分開始なんですけども、はい、9月10日に関しては9時からなんで、まあ9時までに。ちょっとお集まりいただけたらなと思っております、はい、ちょっと時間が変更になるということなので、はい、お間違いないようにだけよろしくお願いします。あ、ハート様や、ハート様。ハート様、ハート様、新地獄から舞い戻ってきたぞ。え、ハート様じゃないのあなた。ケンシロウです。ケンシロウ。おい、スウェットンゾどうすんねや俺。ちょっと今のは振りが悪かったな。ハート様っていう。そうだ、でもハート様しか見えへんもん。おかしいな。おかしい。ちょっとシャツピチピチなってません？そうっすね。昔やったら多分一応インできたんですよ。インできへん。後ろ見えてるから。はい、ということで、加古川のモリリン2人いますけどね。はい、はい、まあ一応加古川店スタッフ含めたら森3人います。マジで。、はい、今度森さん3人でようよ。そうですね、前まで井上4人ぐらいいましたから。井上さん。じゃあ今回は森さん2人ということ で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、あともう一人ね、ちょっと後ろでガヤ芸人がいてるんですけど。ガヤ芸人出てこないの？出てこないじゃないわ。ガヤ芸人告知すらしない。お前告知しようよ。ガヤ芸人せっかく来てくれたのに休みの日に。告知物なんかないで。告知物ないの？口頭で。口頭で。あ、なんか P ワールド乗ってましたよね、姫路君。そう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 。あと寝台入れ替えのお知らせが確か。今日女の子いないじゃん。あ、まゆみ丼は今日休みなんですよね。
真由美丼今日休みなんで、はい、あの人気沸騰中の、そうですね、ツイッターはあの更新してはるんで、よかったらあのいいね押してあげてください、はい、ただコメント来てましたけど、はい、合コンではないとだけ言っておきます合コンはい、おい真由美丼出せよって言われた、ダブダブのケンシロウやめろ、おいおいダブダブ、君たちに真由美丼のマスクでもつけてこいよあ、新大会ね、9月6日お願いします、はい、朝10時開店ということで、どこの店か分かってないの、いやいや、姫路駅前なはい、ということで今日はあの姫路駅前のおかちも、加古川に、そうなんですよ、初見山ということで、はい、僕3年ぶりくらいかな、あ、あれですよ、銀行玉でね、銀行玉でね、一緒、だって一緒にいねんのあれ以来でしょ、網干のあのそうですね、今日来るって言ったんですよ、そうなんですよ、大和君も来るって言ったんですよ、ね、そうなんや、まあまあくるくる詐欺でしょ、いや眠たい言うて芝居とけば眠たいちょっと今度来たらあのみんなでケツバットしましょう、嘘つくなということで、そうそうそう、あの人2本ぐらい多分バット持ってるはずやから、はいはいはい、折ってやりましょう、はい、今日はじゃあ加古川と姫路駅前のコラボということで、コラボレーション、じゃあ今日はうつだいをちょっとハート様に教えてもらいたいんですけどだからもうケンシロウちゃうからハート様やからどう見てもジャギー、お前には地獄すら生ぬるいちょっと噛んだけどね今日何打つの、オクトエイトに決まってるじゃないですか、あ、そうなん、決まってんの、はい、じゃあジャギって言ったけど、オカチジャギなの、オカチはトキっすね、うん、なんでそんなええのばかり言うん、はい、じゃあこの二人は、この二人はですね、A、B っすね、ザコピピー言うやつはい、じゃあ今日はこの4人で北斗エイトを指導するんですけど、はい、なんか今日あれ店長 VS 役職の下克上すんの、いやいいんじゃないですか、それで、あ、それでいくの、はい、じゃあ負けた方はあのハート様がご用意いただく、ね、まあおかっち仕込んでるんでそうそう、はい、あのちょっとずるいんやけど、ここいきなりも確変入ってしまって、ね、1台あのなんか知らんけどモーニング台みたいになってる、はい、じゃあこれ4台あるんですけど、どうする、どういう感じでやる、いやもう普通にいいんじゃないですか、どうすんの、格変残ってるの、格変残ってるやつはちょっとどうするか知らないですけど、アベレージなんか、はい、えしたらあの当たった演出見せられへんかもしれない、じゃあ格変台は放置しといて放置な、放置しといて、あ、それ以外を打つってこと、それ以外を打ちましょう、あ、そうだ、そこはちゃんとフェアにすんの、フェアにしましょう、役職にあの花持たせへんの、いやそれはないでしょうあ、そう、わかりました、じゃあもう適当に4台じゃあ座ってはいはい、お願いします、刺激のせいで今日の放送オクラにならないか不安そういうことオクラホマミチ、サミーからの大好きやからな、オクラみんな当たらんかったらどうする、で、これで順番で順番かな、オッケー、そうやね、おかっちがね、ちゃんと仕込みしてくれたんやけどね思いのほか確変ちゃんと入ってしもてね、で、音量は、音量は一番最小で、ね、はい、ちょっとね、サミーさんは音が大きいのでじゃあ一台ずつカメラ持っていくんでえもう、いいですか、パチパチパチし下か出していいよ、始めてもいいですか、はい、あ、おかちちょっとごめん、これパンパンやな、おかちもそんなことないよ、ほんま森さんとええ勝負やな、じゃあもう打ちますよ、はいはい、お願いします、じゃあ4台ね、打つんで、まあ319なんで、まあおかちみたいにほどあの打ち始めてすぐ当たる可能性もねありますから、まあ、これはあの取っておきのために取っておきますので取っておき、先生当たらんかった時の保険ってことか、まあなんかね、たまたま熱い予告も出ちゃってね、びっくりしましたけど、いや音量最小でもうるさいですね、いやね、サミーさんはやっぱちょっと一番最小でも本当ね、いい音してるからね、一応ね、並び順としては、おかっち、しげき、堂本光一堂本光一、ジャッカルではい、僕がダイブルさんの奇跡ですからね、そうですね、おかっちさん、あのダイブルの配信めっちゃ久しぶりだったほぼほぼ遊びほうけ取ったからね、みんなでね、こうなんか2号店と一緒にこうわちゃわちゃやったりしてたからね、大打つんちょっともったいない、2号店のあの人は、え、2号店のあの人は俺だ、あの人って誰、あれ2号店のやつ来てない、2号店の何村さんやったっけ上村さん、上村さん今日あれでしょ、2号店と網星があの死んだエレカイっていうの、あ、それは言わなくて大丈夫、あ、いやいやその振りで言うたんちゃうんちゃうんや、そうそう、今日ちょっとね、たまたま月曜日ということで、あの天球のお店がね、結構重なっちゃって、まあ、またちょっと次回に期待しましょう、よいしょ、じゃあまあ4台分回してるんでね、誰かは当たるでしょう、きっとぐっさん来ないんですか、
考えてます。武さん今あの駅前のお店におるんかな、はい、お仕事中ということですね。まあ、またね、来られるかもしれませんしね。モッフルも来てほしかった。モッフルは2号店やからな。とりあえず北斗エイト何待ちでいいんですかってコメント来てるんですけど、さっきお母さん当たった時なんか演出来てましたよね。全然見てなかった。見てないんかい。お、なんか来てますよ。モリリンの方に。え、どうもと小市。小市の方に。小市。はい。一応ね、モリリンの台はケンシロウリーチ行けば熱いですね。おあ、これ救世主国か。あ、モリリンこれ激アツです。救世主国さっきおかちがそれで当たった。さあ、もうそろそろじゃあこの台打とうかな。よほらほらほら、役職チームというかね、下克上なるかもしれない。今一応あの1画面ね、モリリンの台しますけど、この遠征熱いです。あ、鳥取から見てますよってことで、これあれや、まゆみどんや。これまゆみどんですか。まゆみどん、まゆみどんは今日は合コン行ってますからね。違うって言ったやん。なんかちょっと飲んだくれてはったけどね、はい、いいお酒とともに放送見てください、ね、あんやろうめ、ほんと救世主予告じゃないですかってことで、そうです、これ救世主予告で、そこは多分ケンシロウリージに発展すると思います。あれ、僕いきなり大チャンスですよ。めっちゃ長い予告。長いっすね。頑張れ。今もね、モリリンリーチ発展しますんで、ケンシロウリーチも確か4種類ぐらいあったと思うんですけどね。ハート様お願いがあるんですけど。小柄店長言われてますよ。あんたやった。あの後ろの台ちょっと電源切ってもらうってありですか。ちょっとめちゃくちゃ反射しちゃった。はい、しゃーなしやで。しゃーなしなんや。横くながって言われた。これ今リーチね、リーチですよ。どこら辺までですか。それね、ジャッカルの後ろら辺までかな。ジャッカルの後ろか、はい、高いなそれは。扉が開いています。うわ、外れたかも。まだまだやな。僕は割と激アツ外すうまいんで。マジかよ。うまい。そんなうまいのいらん。さすが。びっくりするぐらい。いや、でも復活なかった。うわ、なかった。さっきオカッチが当たった予告は救世主予告からケンシロリーチでした。それだけお伝えしておきます。まあ、北斗は一応4大激アツになってまして、まあ、ケンシロウリーチ、さっきのね、でもう一つ救世主国、さっきのね、で、サミーさんのキリン柄かな。あともう一個何やったっけな。あともう一個ちょっと忘れちゃったけど。くそ、この世隙間に新登場チームを優遇する作戦だな。なんでやねん。反射したら見にくいでしょうよ。うわ、キリン絡んでなかったから暑さがわからんかった。とりあえずちょっと、ね、救世主予告までの発展のパターンがちょっとわからん、私もわからなかったんですけど、まあ一応あの予告が前作のなんてやろう、百裂拳予告みたいな感じって思ってもらったらいいかな。じゃあハート様、ハンデをね十分に蓄えたところでお願いします。うっそ。まあ、キリン柄はね、もう本当に熱い演出になってますんで、キリンフラッシュとかが割と絡みやすいイメージでしたね。ちょっとコメントも読むからね、さっきちょっとカメラだけ調整させてもらって、はい、お願いします。はい、万が一誰も当たらんかったらダブル森さんにケスバットか股間ハリセンでいいですか。おかしいな。もうダブル森ってなってる。ちょっとコンビみたいになってますよね。あとあれはね、ちょっと誰が売ってるかわからんから名前だけちょっと出しとくね。お、森さんステチェンが赤やったね。そうっすね、今まあ多分ステチェンキリンとかもあるはずなんで、ただまあ保留ゼロからやったんで。なるほど、怪しいっすけどね。お、ちょっと展開をね、見ていきたいと思いますけど、もうすでにおかっちが台に飽き始めている。確かに前もって打ってたんだ。だいぶ打ちましたね。そうそう、もうなんか堪能したかのごとく。ちょっとね、名前出しちゃってね。ま
あもう全然赤ぐらいじゃ当たらないんでね。あとはもう予告がどこまで絡むかかな。微妙やな。ちょっとスペックも後で説明させてもらいますね。堂本光一やったら怒る。ボリリでいい。そっちでは多分入っちゃった。まあ、とリーチに関してはキャラリーチ、キャラクターリーチはそこまで熱くない印象ですね。やっぱりケンシロリーチが一番良さそうです。発展するかな。赤いエフェクトだったけど、これめっちゃ気になるの5番の図柄の人が誰か分からない。5番の図柄の人、あ、もう変わったことない。今回何やったっけ、北斗のねキャラクター、なんかすごい大人ってるけど、森さん、ちゃうこれ、これあれじゃん、発展ねえ、赤いフェクトがずっと出てたんで。まだ早ない。これもらったんちゃう。ハート様。お、なんだこれは。あ、でも横に救世主ってなってるから、多分これケンシロリーチかな。ケンシロリーチかな。ほい、ただ救世主国は絡んでなかったね。ただ相手ちょっとしょぼくないですか。ほらほらほら、やっぱね、あのアニメーションのケンシロリーチがやっぱ一番強いかな。あ、でも一応チャンスアップですね、今のビジョンが揺れたやつは。この台眩しいしうるさいねって言われてる。今回の北斗ほんとね、あのすごい液晶が眩しい。確かにちょっとね、ハート様がどうなるかわかんないんで。通常4種類、種類あるよね。あ、モードだってこと。モードはね、各編中があれかな。4種類あるってことですね。通常は、あの、変えれないと思う。あったー、ライブー。やっぱり。あの、当たるときね、北斗の剣のロゴが動くんで。はぁ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 。非常にわかりやすいです。リーチ派で、でも切る。サミでデフォルトの音量大きいよね。これ一応今4台とも最小ですね。通常面薄れなかった。いや、通常は多分普通にステチェンするだけだったと思うんですけどね。各編中はあの、モードというか4種類。お、キリン？だ？マジか。キリンの、いや、仕込みか仕込みか。え、モリリンの台？怪しいな。なんかジャッカルがなんか閉店作業中なんかおかしなことしてたような気がするね。さっきずっと保留入れようったもん。あ、ジャッカルの台ね、キリン。いや、モリリンの。あ、モリリンの台？モリリンは外れたっていう。え？キリンから外れました。キリンガセとかあるの？あ、でもジャッカルの台もまたケンシロウリーチじゃないこれ。誰これ？誰これ？誰？誰誰？ちょっと待ってな。カニみたいなの出てきました。カニ？ほんまや、カニみたいに出てきた。ぶっち殺してやる。これはファルコ、ファルコとケンシロか。シャチがさっきから無駄に煽るねー。でも、あ、しかも赤文字かな。おかしいから。今日の北斗エイトやばない。全員熱いの出して外れてる。まあ一個じゃ厳しいかもしれませんね。まあこれがあれですよ、見せるということですよ。いやいや、無駄に煽ってるやんって言われる。あ、キリンガラカットイン。ジャッカル、ジャッカルいけるんじゃない。さあ、ロゴが落ちるか。あなた、あなた。まだまだまだ、今あ、ボタンが、あ、当たった。ジャッカル、ジャッカル当たった。自力で当てた。いやー、いつもより眩しくピカピカしてます。ちょっとね、目が、まあ、確変、そうですね、一応何倍やった？ 66% やったかな。まあ、僕らももうそろそろハンデはええかなと思ってる。言うわ、ほんま。大人げないよね。じゃあ、これでジャッカルは以上、初当たりゲット。しっかりキリン決まりましたね。ここでね、3と7に、昇格できればもう文句なしの確変になりますんでね。
一応スペックだけ言うとことあれやね、319.7分の1、はい、で確変確率がどれくらいだったかな、 66% でしたっけ。こちらはですね、はい、66% です。でへそが10ラウンド確変と小当たりラッシュが 20% で、4ラウンド確変が 46%、そうですね、で4ラウンド通常が 34%、 はい、34% です。で電サポの当たりになると10ラウンド確変小当たりラッシュが 40% に増えますね。増えますよ。で4ラウンド確変が 26%、 4ラウンド通常が 34%。 小当たりラッシュね、ちょっとうまいことはめてもらいたいですけどね。まあやっぱはまったらいいですからね。刺激大人げなく確変打ってもええんやぞ。ほらほらみんな、ね、はい、期待してるでしょ。ただこれはまあおかっちがねちゃんとあの準備したらええなんで。前々回も大人げなかったやん刺激。おかしいな。はい、あの前回はねあのスロットの前々回ねメダル対決言うて最後の最後にあのマイクさんと刺激はジャグラを打つという暴挙が出てましたけど。いやいや打て打て言うからもう。んまた熱そう。あ、ここに入りましたね、ジャッカル。ジャッカルやるね。勝ったな。勝ったっすね。さあ、いつ大人げない行動に出るのか。あ、森さんのだよね、ロゴ字。ロゴは追ってきましたけどね、どうなのか。これはまあ、キャラリーチの一つっていうのかな。モリリン引き強そうやけどな、って言ってますけどね。刺激、今日の夜食何にする？今日の夜食、またコムタン。コムタン、ちょっと最近新アカウントでブイブイ言わしてますから、ね、ほらほら。あ、じゃあまた。ただあの、個人情報言わんで、ね、小当たり、1個当たりの純増って何玉ぐらいですか？書いてたかな。うん、小当たり性能は 1.19 分の1、の15個アタッカーってなんだけど、これどうなんやろう。何個増えんねやろうね。まあ昔ですね、期待値としてはだからあれですよね、はい、次のあたりまでに増えて1回の話題で3000みたいなイメージですかね。そうですね、まあでもそこまでまあまあいかんよな、その時によりますよね、ほんまに。え、おおついに逆襲のシャアが出ましたか。逆襲のシャアの意味がちょっとよくわかんないですけど、これいくでしょう。あれ、おかっちまた？なんでやねん。めっちゃ、はいはい、めっちゃなんか怒ってるけど、まあ、とりあえずちょっとジャッカルは過去編入ったんで、ジャッカオジャッカオ、おかっちうるさいよ。この北斗やったら昨日の方、昨日の銭形の方がええかなという方もいますけどね。銭形はまあライトミドルですから ね、ちょっとスペックがね全然違うけど、横から飛び出してくる役物があのウルトラセブンの、ああ、確かにあのウルトラアイやったっけ、そう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 、セブンアイみたいな。一応あのジャッカルさんとモリリさんカメラが、ね、右側にあるんで、そうそうそう、あの頭だけ気をつけて。4画面だと眩しいからハズキルーペがいる。ハズキルーペいる。ハズキルーペ大好き、ね、まあ僕らのお尻の下にもハズキルーペありますからね。潰れへん。卑猥な、卑猥なやつ。おかっちラーメン祭りやらないんですか。春のパン祭りラーメン、ね、ラーメン祭り、ラーメン祭り、秋のラーメン祭り。ちょっとね、あのカメラとセッティングしてたからちょっと古いコメント読めてなかったんで、いっぱい読んでいきます。刺激、仕事に、あ、仕事にじゃあ仕置きにね増大しないんですかってコメント来てますけど、悩みどころっすね。悩んでる。悩みどころっすね。まあそうですね、最近ちょっとね刑事の、漆黒の増大のお店結構多いですけどね。そうですね、まあ集金銀とか転生ね、北斗の転生増大少子っていうコメントも結構多いですけどね。ただ元から30代あるんで何とも言えないですね。そうやね、それでも多いですもんね。はい、終わった。はい、トラスケからこんばんは、岩手からこんばんは、こんばんは、今日も頑張って寝落ちしますってことでね、ありがとうございます。福島からこんばんは。山口から見てます、刺激の悪口をお願いしますって言ってますけどね。じゃあジャッカルさんとモリリンさん、ちょっと森さんの悪口1個ずつ。おそっちの方やったか。はい、ジージの悪口今日は放送で聞いてたんで。ジージね、今日多分入れ替えやからあの絶対バレへんと思うけどね、文句言うたもん。モリリンなんか森店長の悪口言えって言われてますけど。いや
なかなかあれですね。ないんですけど。ないんや。ないねんて。お。お。来ました。なぎ。なんやねん。あのガヤ芸人どぎがしてくれ。あ、今ステチェンが。めっちゃ拍手してるけど。お、ステチェンが何なんですか。キリンとかあるんですか。ざわざわしてたよ。これ当たったでしょ。いやどうやろう。今ジャッカルさんの台があれやね。ええ感じやね。ジャッカルはちなみに核変プラス小当たりは入ってない。ほら、セブン。セブンじゃない。違う。それはあれや、強楽。この5番と繋がらない人ね、誰か分からん。5番、確かに誰やろう。おい、セブン。セブンちゃうから。ほら、中だ。ジャッカルさん、これ今あれまだ確変中でええの。時短落ちた。やっぱりな。早っ。バトル、ま、あれは負けたというか、すぐ終わっちゃったよ。なんか弱いな。おかちなんか言うねん。おかちの台、そこまで熱くないと思うねんけどな。じゃあ、悪口じゃなくていいから、直してほしいところ言って。お腹。お腹はまあ、大概の店長そうですけどね。そうっすね。中毒者で。みんなぽっこり出てるんで。刺激はもう毎回出落ちにこだわるスタイルでいいんですか。そう、別にこだわってるつもりはないんですけどね。おかしいな。なんか出落ち担当みたいな。いやこんばんは。前々動画見たよってことで、ね、北斗の最新回の動画、ね、はい、神津島でね、撮らせてもらって、もう昨日最速で上がってますんで、よかったらそっちも当たりのゲームフロア見れるんじゃないかなと思いますので、よかったら見てください。刺激対話に入れて窓間にまだ入ってないの。そうなんですよ。まあ来週以降先納品できないんですよ、あれ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。じゃあ今日もし入れ替えとかやったら、まあやったらできたんですけど。なるほど。加古川地域はもう来週は決まってるんで。あ、そうなんですね。入れ替えできる週が。ほう、まあ、来週には窓マギ入れますんで。なるほど。じゃあ、まあちょっと窓マギの打ちたい方はぜひとも反逆の物語を。はい。じゃあ対バギでもよかったけどね、じゃあモリンね、モリンとかハート様のね。いやだってバラバラなんで。まあ3台しかないんだもんね。まあ打てる1台ぐらいかなと。まあ確かに。その間みんな罰ゲームやっとくっていうのもありかもね。箱側は矢吹さんが基本。矢吹さん。ね、10日からの信頼って何があるとか教えてもらえるんですか。10日からの信頼は、はい、窓マギとルパンとかですね。あ、なるほど。あとは？あとはちょっとあれですね、まだ止まる台が結構あるので。あ、なるほど。先のも入るんですか。はい、そうなんですよ。あ、なるほど。じゃあ逆車なんかも。そうなんですよ。みんな大好きラブジョーが入ります、ね。ラブジョーね、ラブジョー待ってる人多いと思いますよ。はい。神戸中央でもその衣装見たで、森さん。そうなんですよ。使い回しや、ね。気持ちいいでしょう。体脂肪の間違えて、あ、筋肉じゃなくて体脂肪ね。はい。今度森トリプルでスロットやろうってやってますね。森トリプル、もう一人のちょっと森くん出すと危険なんでやめて。あ、そうなんですか。もう笑えないやん。はい、あー、ジャッカル終わった。2連はしょぼい。ラブジョーってスロットの方ですか。そうですラブジョー2がね、発表にはなりましたからね。ラブジョー入るって知らんかった。海ジャパン4円に復活させてください。海ジャパン4円か。どう？考えます。もうでも次あれが出ますんでね、太鼓の達人が。あ、そう。ユーパチのね、もうあれ10月ですからね。あれ10月ですかね、はい。あれ面白そうですけどね。トミーエリア長とね、ペヤング田島君が試合やりましたけど。ゴーズ柄でどんな人？と言われてますけどね。なんかオカマみたいな。オカマ。オカマ。何編？これあれかな、ステージチェンジで図柄変わるんかな。そうです ね確か変わるはず。おかち店長が言ってたゴズ柄、どの人なんやろうな。このステージじゃない。このステージじゃない。海王やだから。ちょっと通常のおかちのステージでよかったんかい。あー、双子ね。なんてやろう、筋肉マンに出てきそうな。筋肉マン出てきそうね。なんかマッスルみたいな。双子なのかな。そうですね、これも天帝編のゴズ柄。確かにあのキャラ分からへんね。
ハン、ハン兄弟。ハン、ハン。絶対知らんやろ。ハン兄弟ですって。それハンマー持って爆発させるんやぞ。森さん、あんまり連チャン期待できないような気がしますが、どうですか、この台って言われてますけど。オーライですか、うん。いや、まだわかんないでしょう。まだわかんない。まだわかんないですね。まあでも、過去は、20台ですよね、これ。そうですね。今日、まあ最高のデータ見せてもらったら、37回当たりついてるのありましたけどね。はいはいはい、まあ割と連チャンはしてたような気はしますけどね、データグラフで。まあ、37回当たったら、なかなかでしょう。まあ、十何連とか、まあ2回ぐらいしてたかもしれませんけどね。そうですね。まあ見てても、7回とか普通にしてますね。そうですね。刺激店長、今日当たりなかったらシゲキックスの解明お願いします。いや大丈夫ですよ、もう当たり仕込んでますんで。それずるない、それおかっちの当たりちゃん、どっちか言うたら。いやいや、2人の当たりなんで。2人のずるい。当てていかにはめるかって大丈夫。まあ確かにね、チーム戦なんで。ジャッカルさん一応2連の1200発やったんでね。いや、はい、ジャッカルはあれですね、ちょっと今後の展開を楽しみにさせるためにすぐ終わらせましたね。あ、そう。当たれば楽しそうやけどね。刺激ビーズお願いします。ビーズ。これなんかビーズなんやろ、いつもほんまね、うん、いやービーズと言ったらオカッチの方ですけどね、実は。ビーズ、はい、稲葉。そうですね、稲葉ですね。稲葉さんは、はい、僕は松本にします。じゃあどうでもええけど、はい。はい、進撃の巨人みたいね、まゆみどーんってやってますけどね。おかっち久しぶりっすねーってね、コメント来てますけどね。そうそう、僕がだからこのカメラの前におるもの来たよ。久しぶりやね。前がだからあれ6月ぐらいでしたからね、みんなでなんかゲーム大会やったんでね。ほとんどカメラの前おらへんかったけどね。ほんまや。いや、僕らもゲームしたいんですけどね。ゲーム、何のゲームやりたいの、ね、何がいいでしょうね。まあでも次のあれじゃない、過去側の放送の時は多くなるんじゃない。多くなります。うん、いやちょっと分かんないけど。ツイスターとかやります。ツイスターとか。なんでツイスターやねん。いや、ゲームはいっぱいあるからね、何でもできるかなと思いますけどね。ブタミントンとかします。ブタミントン、森口から持ってきてくれる。ブタミントン僕持ってないんですよ。持ってないんだよ。あの剣闘士は持ってましたけどね、あのボクシングのやつ。あの連打してやるやつ、なんかね、こうやるやつ。何それ。あのネットで検索してください。シゲル来ないのーって言うんですよね。シゲル次は来ますよ。次行きますんで、はい、多分無理やりおかちが連れてきそうな気がする。首絞めて連れてきそう。まあ一回ね、ちょっとみんなでね、こう集結してみたいよね。あのウエムも来ます。あ、ウエムね、ちょっとウエムをちょっとどうにかあの輝かせてあげてっていうコメントも来てたからね、前。ウエム輝いてないのね。ちょっとあのモッフルに負けてるよね。別に合コンでもええよ、まゆみども彼氏欲しいやろってね、言われてますけど。姫路から加古川って近いんですか。30分ぐらいですか。30分ぐらいですね。夜やったら、夜やったら20分ぐらいですね。ああ、なるほど。まあちょっと距離あるかな。バイパスが混むか混まへんから。あ、そうですね、朝は混むもんね。そうそうそう、ハン兄弟やったんやねってね。その2人はなんと、これ総、何県っていうんやろ、私ちょっと読めないけど、ひらがなでお願いします。ウェムって誰、モッフルの方がインパクト強いよね。最近シゲル生きてるんですか。まあ生きてるんかな、ね、はい、まあなんとか生きてると思いますよ。マリオメーカーやってほしいとね。マリオメーカーか、ちょっとゲームソフト買わなかったけどな。はい、おかっち7月会いに行った時たくさんお話ししてくれてありがとう。 お、 、はい、お話してくれたら、もう誰か分かっちゃうじゃないですか。、はい、もう熱烈なファンですね。地域マツケンサンバお願いできますか。マツケンサンバタラララタタタ。地域のモノマネの森チャンネルめっちゃ滑ってたね。あれすごい、あれはね、無茶振りモノマネをまた募集するんで、やってほしいモノマネあったらどんどんあのコメントください。振りが悪い、振りが。なんでやねん、大志望。地域ゴジラ売ってもええんやぞ。ゴジラ、あれ VV ありますけど、いやプイプイはまだ入ってないですね。プイプイ入ってないのか。次ですね、プイプイは。あれ大阪が先とかありましたっけ。大阪多分一周早いんじゃいますか、ね、ですよね。プイプイ、じゃあ兵庫がちょっとあれかな、一周遅いかな。おかち何で手叩いた今。あ、ひめちゃん、いや、よくないよくない。ちょっとおかち、もう熱い予告すらみんな来へんようになったから。やばいね、モリリンもキリン外したから多分その場やばいんちゃう。確かに当たるって言われてますけど、まあ一応ね、ジャッカルは当たったけどね。
過去編内は見せ場ない時のために置いとこうぜ、ね、過去編の時の出玉感見せてほしいってね、細くそばばあのはいまいちやったから。あれね、収録むっちゃ時間かかったんですよ、ほんと2台打って600ハマりぐらいしたからね。まあまあイライラしとったからね、そうそうそう当たってよかったなーって刺激、腹筋ムキムキやった。いやムキムキですね、はい、あ、広告もね、ありがとうございます。おかちょうど元気にしてるのーって言ってますけどね。今度9月のいつでしたっけ、9月の多分中旬やと思います。中旬見えてるらしいですよ。そうそうそう、店長としてね、放送出ていただくのでお待ちいただけたらと思いますね。スペック見たけど、北斗8めっちゃきついよね。きついんかなー。どうなんでしょうね。で、店長ふざけないでくださいねどっちの店長のこと言うてるやろ。今回のケンシロウはシリーズ最強ですよ、ね、おい、もうおかっちはね、あのガヤ芸人やからね、びっくりするけど多分、あ、何も熱ないんやろなっていうのがよくわかったやばいな、はい、もうそろそろちょっとダンバインで、あの逆襲するかで、ダンバインやね、細葉頑張ってたんで、細葉動画めっちゃ疲れてたもんそうそう、あれね、2時間半ぐらいかかったんかな。ほんまに当たらんくてね、びっくりしましたけどね。まあでも319やから使わないね。40分経過しそうなんだけど、見せ場ゼロだよ、どうする。もう40分おかっち意味不明って、ね、入れ替え中なのに刺激を見に来たんだぞ、面白いこと早よって言われて。入れ替え中なのに誰他方人の、他方人の方、他方人の方、あー、ね、BOSS 様BOSS はい、最近ちょっと偽アカウントが出始めてる。偽アカウント出てるんですかすごいな、はい、人気者じゃないですか。刺激の得意のビリー・アイリッシュ何ビリー得意なビリー・アイリッシュってある。何それ、誰誰の歌やろ、教えてほしい。ハン兄弟のモデルはロード・ウォーリアーズ。映画ウェム頑張るって出たから出してあげてねいや、もう頑張る気なかったですけど、ね、早く当たりが見た。鼻くそほじりながら今日はいけないっすって言ってましたほんまにね、鼻くそほじとった。はい、鼻くそほじってました。いややわ、もう、はい、ちょっとね、近かったら来てほしいけど、ね、ちょっとハリア乗ってるから調子乗ってるなもう身内の車どんどん暴露していくスタイル、はい、おかっちの弟って今何店にいるんですか。何店店舗ちゃうんですか。店舗店舗は基本今津駅前だ。そう、今津駅前なんで、あの堤マネージャーのエリアになりますね。北斗8とかガロだとどっちがいいと思うって言われてますけど。北斗8のガロ、うん、ガロってあれかな、西島甲賀。難しいな、スペックが違うな、全然。確かにそうですね。いやちょっと難しいですね、それカレーとシチューどっちがうまいって言ってるようなもんですよなんかマジでカレーカレーかな。あ、カレー派どっちがカレーなん。北斗8がカレーなん、ね、ガロがカレーなん。今のところ北斗8の方がカレーです、ね、カレーなんや、はい。まあ、ただまあその振り分けが嫌いな人とかはね、あのガロの方がいいかもしれないけどな。適応な人は北斗8ですね。あ、まあ、小当たりラッシュがだから受け入れられるかどうかかな。もう本当それにかかってるよね。当たりが見たい俺たちの台どこや。お化けランドというダークホースもあるよ。いやー確かに、はい、おまけランド入ってますよ。あのあれミドルとかライトミドルありますけどね。ライツミドルですね。ライツミドル、ね、うちはライツミドルで。いや寿司三昧ありますよ、寿司三昧売ったらいいやん、じゃあどっちもどっちやと思うよ。スペックだけやったらハイフリーの方がいいね。あ、ハイスクールフリーのね。ハイスクールフリーとなかなか人気ありますね、今のところ。そうですね、思ったより。まあスペックだけを見たらかなりね、いいですけどね。まあ、70% 継続でところがいいんちゃいますかね。あとは謎に周りはそんな良くないんですけど、うん、うちの鉄拳がなぜか稼働がいい。ああ、そうなんですか。極み鉄拳、はい。ライトミドルのまあ後継続機ですよね、あれも。そうですね。お化けランドは恵みの人が聞きたいからそのためだけに打つ。ああ、打ったっすね。ラッツ&スターの。あ、そうなんよ。加古川店の今一押しの機種ってあるんですか。一押しの機種、そこはやっぱあれちゃいます。高一とジャッカルに聞いた方がいいんじゃないですか。高一とジャッカル高一になってるやん、はい、どうやろうね。じゃあちょっと教えてもらいたいですね、おすすめ機種。やっぱ北斗無双とかじゃないんですか。あ、無双、うん、まあ一応メイン島にありますけどね、北斗無双。個人的に打
したいのはガロファイナルなんですけど。ガロファイナルありますね。ダークホース来た。まあ確かにでも配信でも一回やったもんね、確かね。まあでももうガロファイナルとかももうね、結構もう少なくなってきてますからね、大事なガロファイナル実はですね、うん、もう認定が切れるんで、次回の入れ替えで消えちゃいますんで。さよならガロファイナル。だから皆さん打ちたい方は8日までに毎日打ってください。いやー、甲賀と大河のコラボをね、見れるのも最後になっちゃうので、じゃあ。そうなんですよ。刺激。ちょっと、あの、4人お通夜なってるけど大丈夫刺激今月会える予定がなくて寂しい、ね、あ、残念です、すみません。寿司三昧刺激どう？楽しい？寿司三昧面白かったですけどね、僕ちょっと打ったんですけど。まあ体型が寿司三昧みたいな、ね、誰が誰や誰が誰やって誰が築地や誰が誰やっていう肉三昧での寿司三昧誰が築地やハイフリ突入 70% がいいよね。エイト打つなら無双だよね。まあまあそれはもうスペック的に見たらね、それは無双がいいでしょうけど、まあちょっとやっぱ無双ももうエースター来てる人が多いからな、その辺でどうなんやろうな。まもなくあのスロットのホグとも出ますからね。あ、そうですね、あの発表になってましたから、ね、転生が出ますんで。無双は埋まりが早いよねと言われてますね。まあ森店長、はい、来ました。やりましたね。やりましたね。やりましたよ何がやりました？はい、何が何が。久々に天神橋五郎先生出ましたね分からへんやりましたよ。やったったで、やったったで。そうよ、分からへん。何してんねやろな、あの人。今日の4人中3人の体脂肪が心配。誰が誰やってツッコミないやねん。スロの北斗出るんだってね。またシンシンサウザーシンサウザーやないか地域感激って、ね、あとパシンコの窓構えだけどね。ね、あ、そうですね、それも、発表になってましたね。なんか使用金銀スペックっていう風に聞きましたけどね。高継続ですね。ねえ、窓曲げもやっぱミドルでいくんやな。じゃあ刺激もおかっちも今日ダメやねどういうこと当たらんねえってことで。いやいやいや、まだまだこれからでしょ。北斗8は北斗史上最強のケンシロウだけどスペックは世紀末最弱伝説っていやー、わかんないよ、うん。ジャッカル喋らんやん。どうもとこいつ喋れジャッカル喋らんやん出た、マイク今から出そうって。マイクを今から出そうって言われてる。いやー、ちょっとマイクはね、今日は出ないっす、ね、マイクはね、はい。刺激とオカッチは過去編あるもんねまだ買ってるよねそうなんすよ。マドマギマジなんや、打ちたいという人多いですね。以上、仕置き人気あるんすね。そうですね、半券もね、人気ありますし、まああれが仕置き人スペックやったらやっぱりちょっと興味あるって方多いんじゃないでしょうかね。スロットの猪木は僕好きでしたけどね。猪木ねまたそういえば猪木も出るもんね。スロットの猪木楽しみっすね。新しいやつ確かに、ね、あれは面白そう。ガロファイナルは今だといいダイヤよねということでね、まあ、当時もいいあれやったけどね、人気あったけどね。ミドルもね、ライトミドルもどっちも良かったですね、うんうん。あれ一つ目に目って言わせたかったからあの歌になった。あ、お化けランドがね、そういうことね。まだお化けランド。お化けランド。お化けランド好きやな、みんな。窓マギ前のそんなに人気なかったけど俺は好きやったってね。まあ、まあ、で、まあでも、あの、稼働貢献はかなり長かったですけどね。悪くはなかったですよね。刺激いつもおもろい。ありがとうございます。身内か？いや、一応1000円配っといたんで。あ、そう。太っ腹やな。100円ちゃうねんな。1000円やねん。そうですね。さすがっすね。あの、その代わり iTunes カードにしましたけど。ちょっと買い物頼んでいいけど、はい、詐欺ラインにしない。そうなんですよ。もちろんたくさん入れてくれるよね、刺激。あ、窓マギか？窓マギですか？はい、まあまあ、それなりに入れると思いますけどね。まあ、仕置き人がね、やっぱよかったら、まあまあ、でもその流れになるかもしれませんけどね。まあでも、あのクイーンズブレードも賞金スペックですからね。いや、そうそう、私はクイーンズブレード3ちょっと期待してるんですけどね。今回何やったっけ、あの聖なるポーズがちょっと変わってんねんね。 V 字開脚、 V 字、そう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 攻めるよね、高尾さんね。そうっすね。お力こんばんは。当たらなかったら天正十字砲の軽でお願いします。天正十字砲。あ、サウザーやった。サウザーです。サウザーやった。えらい太いサウザーやな。初当たり期待してるでーって言ってますけど全然当たってないな、ね。まゆみのねコメントいただいてましたけど、合コンは人生で一度も行ったことがございませんって。ああ
嘘つきっすね。何がし、何を知ってるん？嘘つきっすね。あ、そう、はい、これらなんか好感度アップキャンペーンをしたってこと。そうっすね、それ合コンじゃなくて多分飲み会っていう名前で言ってるだけです。もう知らんで、ほんま。ジャッカルいつものネタしてよ。おー、いつものネタついに来たよ、ジャッカルぶり。何いつものネタって。なになに、なんかそんななんか持ってんの？なんかあったっけ、なんかあったっけ、誰や、なんかあったっけ。あ、小木まなちゃんいくつになったの？今、まだ18だよ。え、そこ、それだけ？今度ね、専門学校に行くの。何の専門学校行くんですか？今度専門学校、アコギの、アコギを学びに大阪モード学院に行くの。アコギまなだよ。ちょっとキレ悪いね。そうっすね、キレ売り悪いっすね。おかっちなんなんやろこれ。いや、ちょっとね、僕ももうね、あの、当たらんやろなと思って今もう流すようにしてますよ。もうね、ついついなんかなんなんてなるけど、あの人、人の目引くん上手よね。そうっすね、スタンディングオベーションっすね。お前ミドルなのに 66% しか継続ないのがきついね、この台と言ってますけどね。一時 65% 規制ありましたからね。そうですね。まあガンツとかと、まあ、似たような部類に入るかなと思うんですけどね。確かにガンツ、10ラウンドの振り分けがひどい。まあ 40% かな、全サポは、うん、ハート様得意のモノマネロボピッチャーお願いします。そう、もうこれ、このネタね、本当初期のごちゃんのユーザーばっかり。超無茶ぶりですね。そうそうそう、それはね、まずいよ、本当。まあ久々にちょっとね、ヤブさん出てきました。おかっちゃん知ってるんか、ヤブ内マネージャー。あ、直属の上司。あ、そうですね、ヤブ内信者ですよ。信者かどうか知らんやん。はい、あ、そう、もう僕5000円置いて帰るから。ジャッカルとモリに何残っちゃ分からへんやん。分かんないでしょ。ジャッカルあれやん、あれって言われてるけど。あれあれやん、もうこれはあれっすね、2階にいるやつらっす。悪乗りしょんぞ、悪乗りしょんぞ。2階にいるやつらっす、ね、この北斗打つなら15歳の時に女の子出した方がいい。確かに。いや、もうそらだって姫路駅前の誇るね、女子、2大女子いますからね。カボシーもおるし、カコワリもおるから。あ、そう、集結したしたいね。そう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 、あの、何やったっけ、なーちゃんとグッサンとジャイアン、ジャイアン藤原マユミドン、パラオパラオね、パラオと、まあ、マユミドンで、まあ、トミーエリアのね、女子スタッフさんは割とツイッターも、活発に更新してますけど、ウエムだいぶウエムあれじゃない、顔引きつって出るんちゃう。そうそう、ね、キコーナさんは最近ね、女子スタッフさんも割と出ていただくようになりましたけど。そうですね、割とね、あ、顔、森本さんも、あ、森もね、2号店の。そうね、そう考えたら結構女子多いね。まあ、ぜひね、女子も出ていただく機会あったらなって思いますけどね。そうですね、みんなそう言ってる時点でもう玉井は女子として見てる。こらこらこら、玉井さんだってエリア違うじゃん。玉井は玉井さん、馬帰国で頑張ってるから大丈夫。なるほど、手を叩くだったり。ジャッカルなんか優しそうなパパだね。ジャッカルパパなの。そうなんですよ、ジャッカル今年子供生まれたんです。あら、言ってあげてください、ジャッカル。言ってあげてくださいってのも難しいよね。ジャッカルベイビーの話してあげてください。また叩いとんで、あの人。刺激もう本気出してーぞ、おはよう。いやー、ちょっとね、はい、僕ら逆転ファイターなんで、炎の。もう言うて52分やけど、デーブ。おかっちが一応緑保留かな、これ。赤保留、赤保留。そんなん言うて赤保留変わんの。変わる変わる。ほら、フレード、フレード。ね、刺激ボタン早う言われてるけどね。モリモンも最近見てんなーってね。玉江さんは女子じゃない。ほら、フレード、フレード来た、ついに来た。これ、ゼロまでちゃんと行けばいいんじゃない。1、ゼロ、もう一回、大丈夫だ。はい、泣き。こんな、こんなお客さんおるおる。手を叩くな。絶対なれへん。いますね。まあ、あと横の人に、はい、いきなり、おー、これずっと当たるで、当たるでって言って外れた瞬間に、いきなり前見てすって何も言わない。あれ気まずいよね。そうですね。あ、なんか出たよ。なんか出たって。そら、ね、なんか出るわよ。これ発見するやつだろ。北斗の半径で写したおると思うけど、スペックでこれ選ぶ人っておるんかなーってね、方もられますけどね。まあ、ガンツ好きな人ちゃいますよ、やっぱりそういうところは。そうそう、鬼武者とかね、あの辺が得意な人はまあ、ええやろうけどな。今日読んだよってこれか、刺激がっかりです。おいおい。
ちょっとビギナーズラックがなってないんじゃないのかい。ジャッカルの2連が最高やからね。これ昔だったら外れるやつですよね。そうですね、弱いやつだよね。まあそうだね、これちょっとおかちのシーチはちょっと弱いかな。なんて美しいやつね。そう、あのこのフォコトはその豪商とかのね演出が割と使われてるので、ちょっと懐かしさはあったっすね、見てたら。これもね、さっきでもキリンカットインとかやったらね、熱かったっぽいけどね。おかちはやっぱシダ向いてないなっていや、もう分かってるからいつもね、シダしないんやけどね。当たらんからダイパンする人ちょこちょこいそうでね。まあでも最近のあれよ、ダイってあの振動検知みたいなのについてるから、あの気をつけてくださいね、本当に。あの叩いたらすぐ分かるからね。玉江さんはサバダの子分やからな。誰誰沢田くんね、 元カレやね、うん、アジンのミドルも31982%だから期待してます。よくご存知ですね。そうっすね、アジンのミドルは確かにまあまああのちょっと特殊スペックは我がエリア長が好むんで。ああそうなんですか、さすが変態ですね。そうです、あの平和信者と呼ばれてるんだ信者ライトミドルの同時販売。ただでもアジンがあれなんかスロットの演出とあんま変わらんみたいな結構批判コメントもありましたけど、どうなんやろうね。もうなんか演出の動向じゃなくてスペックでしょ。スペックなんかな。そうっすね、アジンはちょっとノーマークですけどね。モッフルは虫食べる係で必要ですってね。女子といえばモッフル、噂やとクイーンズブレード3は一部の県ではアダルト表現で検定降りない可能性があるらしいあ、そうなん。そんなんねや、初耳ですよ、初耳。マジか。そこまですけどね。要はでも台が出ますよっていう検定は通ってんのに。そうなん、県であんねや。クイーンズブレード高尾やからな。高尾って当たらんや。いやいや、昨日全員方やったけど当たったからな、ちゃんと、はい。店長質問です。目押しできないんですが、おすすめのスロット台あったら教えてください。最近の機種そこまでいらないですけどね。でも6号機はね、6号機はちょっと多いんで、はい、6号機を打つなと言っていきましょう。6号機はちょっと勉強した方がいい。そうですね、まあ、ちょっと枚数もったいないですもんね、目押しできないとね。確かに。岐阜堂々2はいかがですか。岐阜堂々、うーん、いいと思います。いいとは思うんですけどね、うん、ライトミドルですからね、うん、ちょっと最近ライトミドル多いかなっていうのはありますよ ね、 あ、まあ、ね、どれを選ぶんやろうみたいな。モリリン、ちょっと赤系の演出来たね、飛行演出。これ暑いんですか。そこまでかな。これもだから5、4、3、2、1まで行けばあれかな、順番通りに行けばというかな。あと5から0とかなんやねん緑ホール、緑ホール緑ホールではしゃぐなまあでも緑でもね、当たらんことはなかったからな。全然保留厚くなくてもなんか AS で持っていった感じの。確かにあれでしょ、保留4つ目のに緑直通やったらええんでしょ、サミンはあ、そんなんあんの。そうそうそう、確かあの保養のなんかとかあんの。まあ刺激チャンスは来てますけど。来ましたね。他っちもね、赤エフェクトは多いんですけどね。手を叩くな。刺激当たりまだめっちゃ眠たいんやけど。いやいやいや、まだまだ眠たくないでしょ、本当は。本当はってない言うてるだけってこと。言ってるだけっすね。刺激、トミーに今月の来店スケジュール、LINE 早くちょうだいって言うといて。来店スケジュール、何の来店スケジュールやろ。トミーが現れるってこと。どうだ、お出迎えしてくれるってこと。現れるのかな、わかんないですけどね。うん、どうなんやろ。刺激は滑りまくっても正常に心を保つ方法を教えてもらえますか。いや僕も泣いてるんですよ、心は。あ、そう、はい、ジャッカルに冷たい目で見られてそれは冷たい目で見られるあれよね、店長悪いね。漆黒増大するのは天聖セブンの増大がいいなという人も多いですね。なるほど、天聖もちょっと悩みどころですね。まあ、今回の8入れたからね、ちょっと転生を減らしたっていう店もあるやろうし、ちょっと難しいね、これはね。うちは減らしてないんで、皆さん、あら、ご安心ください。ご安心ください。トミヤが放浪のダービー。最近のパチのチャンスはチャンスではない。もうこれは間違いないですね。玉江さんがホール歩いたら全部台の音鳴るやん。お、なんか震えたぞ。どういうこと、どういうこと。え、震えた？震えたぞ。お、これはもしかして。これシャチでしたっけ。シャチっす。いやいや、もうあんたら何なん、手叩くの。ほら、肩震えてる、ほら。熱い熱い熱い、これ勝手に熱い言うてるけど、ほんまに震えてますよ、ずっと。ああ、震えてる震えてる。まだ緑やで、
あら、あかんわ。映画にしてくれる？触れなかった。映画にしてくれる？まあ、救世主国来たら暑いっすよ。お？修羅狩り序章。まああの横のあれが変わればね、熱いですけどね、右の今先発です、うん、出る救世主伝説か出ないでしょ、緑のエフェクトになってますけどね、今消えた、もうあの手叩くん禁止な全然熱ないから、市駅まだ通勤自転車なんですか、いやチャリンコ、歩き、車、いろいろっすね、うん、堂本光一はクールやな、ガラスの少年歌って、はい、まあちょっと季節的にジェットコースターロマンス歌ってくると思うんで、はい、もう秋に近づいてる、もうちょっと秋ですけどね、刺激、アミバが泣きじゃくる時のモノマネお願いします、アミバどんなでしたっけ何それ、泣きじゃくるとき、泣きじゃくるとき、ちょっとわかんないですね、何あのー、誰俺は天才だ、覚えとけ、これ帰っていくときだ、帰っていくあの、ハズレの演出やね、だいたいこれ、玉江がホール歩くだけで振動検知するくらい精密になりました、いや確かに、そうなん、そんな地響きですぐわかんない、あの、進撃の巨人的な走り方する、すごい、クイーンズブレード打てない剣があるって面白いやん、確かにね、100%82% のラッシュは熱いと思いますって、ね、今日はみんな運が悪いんですね、いやちょっと ね、 運が悪いっすね、もう最近レバブルだらけやな、熱くもないのにって言われてますね、まあないよりはあった方がいいけど演出次第かなって感じですね、シンプルな海が一番なような気もするって方もられますね、海はでも面白いですね、確かに、まあ秋が来ないよね、海はね、来ないですね、1時間やぞ、刺激、あれ変速スペックが好きだったら浜崎あゆみはどうですか、浜崎がね、スペックはものすごいいいって聞いてるんですけどね、演出どうなんでしょうね、ちょっと気にはなってますけども、デライトさん新しい枠です、新しい枠、そう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 、あのちょっとボールみたいなの出てますもんね、あれすごいよね、今日は4台当たりなしということで、いやいや、当たってますからねえ、さらに1個ストックありますから、ね、仕込みってやつね、歩きで通勤してんの暑いでしょ、いややっぱ健康のためにね、うん、筋トレ始めました、はい、筋トレ始めました、何やってるんですか筋トレ、ワンダーコアっすかね、ほんまにワンダーコアありますよ、まだ家にあれでしょ、倉庫に眠ってるだけちゃうの、いやまあ地下室っすね、地下室だ、浜坂あゆみのボタンは通称毒キノコって言われてます、毒キノコ、あの確かにちょっとこうグローテスクっぽいもんね、そうなんですね、ちょっとあれよね、筐体だけ見たらね、浜崎あゆみの昔の台思い出せ、演出エグかったよね、まあ、あれはミスティでしたけどね、そうそう、今回ちょっと半径が変わったんでね、おお、七星保留みたいになりましたよ、なんかそれ熱いの、激熱やで、これあ、いただきました、天神橋さんまた手叩いてこの飛行演出はね、そこまで熱くないんだよね、熱くないの、うん、ただまあ、保留がどうやろうね、転生、転生チャンス、あれ、森さん、やっぱ見せんのかな、ほらほらもっともっとほらお、もっともっとまだまだ行くんちゃう、いや、ちょっと行かない、あ、行った、なんかない、ジャギ、でもジャギっすよ、ジャギ熱いでしょ、そら、お、森さん、これちょっと外れたらやばない森さん、ちょっと外れたらやばないこれ、いやいや、もう当たりますから、皆さん1200発で疑似4個あたりなんもなし、浜崎あゆみですね、懐かしい、救世諸国は、お来た、おお、なんか、おうっすら出てきてるぞ、ずっと、おお来た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 、いや店長、やっぱりすごいんかな、最後に救世諸国が来たまあ、まだ当たってないけどね北斗打ってよかった、一応今日だからオカッチと、モリリンがこれ出してるからね、はいはいはい、3回目もしモリあのハート様が外れたら3分の1でしか当たらんってことになってしまう、順調な感情ですね激闘になりましたよ、3回目やつなんか50番くらいでしょうね、100列拳号かな、
刺激は体のためにほんまに痩せてるね。いや本当に刺激ジャッカルいじって、ジャッカル、ジャッカルなんか面白い話してほしいんですけどね。なんかネタある言ってたけどどうなんでしょうね。そう、誰が言ってたやろ。お客様お時間です。トントンパチスロ順号8枚とか増えていくけどどう思いますかってやってますね。あれですか、サラリーマン金太郎ですか。なんかね、順増が多い台ちょっと増えるっていう話もありましたけど、どうなんやろう。やっぱ金太郎は僕的には気にしてますけどね。気にしてる、気にしてますけどね。期待してます。はい、いやちょっとロデオじゃなくなったのはちょっと気になりますね。なるほど。ニューギンさんでしたっけあれ。そうですね、エキサイトなんで、ね、おー、綺麗。さあ、森さん、サムネチャンス来たで。もう先にしときましょうか。まだ当たってへんけどね。いや、外れてほしいな。外れた、ええネタやね。MC の陰謀や。いや、そやね。当たった。ほんまずるいわ、あの顔。いやー、やっぱ持ってますね、店長。いやー、やっぱ逆転ファイターですから、僕らは。森さん、これ過去編入ったら、あれちゃん、あの過去編、あのモリリンがジャッカルにあげて、ちょっとどっちが連チャンするか対決したら。まあ、そうしましょうか、じゃあ。あの顔ムカつくわ。メガメガってね。でも確変入らなくて終わりそう。刺激モリリン、今のうちに島で落としてきて。刺激おめでとう。今のところ5ですね。今電源落とした人が優勝。キリーン、なんか最初から7でしたよ。そうそう、あれすごかったですね。いきなり最初から、そうそうそう、20パーやったから。3から7やったらもう小当たりラッシュ。そうですね、もう直行です。これもないと確変かどうかわからないので、バトルで決まります。まあ4ラウンド各編 46% あるんでね、このバトルでラオウに勝てば、金太郎、ブラクラ、北斗が順増多いですって言われてますね。刺激はさすが加古川の小栗旬やな。小栗です。何ちょっと不安みたいな顔しとんの。ホークとちょっと牧野風に言ってみたんですけど、それちょっとモッフルとやってほしいわ、このモノマネ。モッフル、モッフルでもね、得意なモノマネですからね。うん、ちょっとね、電源落とそうぜ。刺激さん、お時間、当たったのは何かの間違いです。久しぶりに過去編落としたら負けにしようぜ。いやこの、ごめん、この北斗はちょっとすぐあかんような気するけど、じゃあ、これやばいんじゃないですか。うわ、テンション、テンション本日これ強攻撃でしょ。5勝敗より強いよね、確か。時を消しますから。そうそう、避けたらいいよね。当たるやん。いや、まだ分かんないよ。そう、これ避ける演出がね、いいなと思ったんですよね。地域オムレツ。おお、ほら来た、バトルモードゲット。いやー、刺激やるじゃないですか。やりましたね。これもあれちゃうんですか、天照本列受けて立ち上がるぐらいから継続率高いんちゃいます。関係ないやろ、昔の北斗みたいな。あ、そう、スロットちゃうねんから。どれにしようかな。どれにしましょう。そう、これが4つね、モードあるんで、覇者の道にしようかな。それら王ですね。で、それ以外があのケンシロウのそのストーリーで3段階分かれてますんで、毎回毎回1時から聞こうな多いやーって言ってますけど、なんかね、別にそれを狙ってるわけじゃないんですけど、確かにそのあたりでこう当たるパターン多いですね。確かに紅の刺激、変なモノマネの瞬間映像が乱れました。リスナーの皆様申し訳ございませんっていうコメント言ってました。誰かな。さっき大井俊さんがねちょっと前降りたような感じでしたけど、やばいやばい、龍拳来んなよ。危ない危ない。龍拳ネクストですよ。やっぱ、ね、やっぱラオウのモードはね、こう龍拳したらやばいっていう。やばいやばい、龍拳や。そう、空落ち。そう、空落ち。ただ、5点敗どうなんでしょうね。このバトル開始のね、多分文字の色とか関係ありそうですけどね、こうチャンスアップとか。ないじゃん。ラオウの足で、あおー。いや、龍拳やな、もちろん。龍拳でも絶対強攻撃いちゃうんですか、多分。そうですね、無双転生でしょ。あ、七星転生ね。これやばい、チャンスアップ何もなかったですもんね。うん、ハゲ最強。
そう、ラオウのモードにするとね、リュウケン来たらやばいと思うもんな。しょっぽいラオウやで。あかんやつ。はい、34% 引いた。これからあれでしょ、ケーンでしょ、ラオウですけど。いや、ないんでしょうな。多分ボタンエース出ないで新聞エース行ったから確変の期待度高かったような気がする。お、あー言うてるけど誰。お、キリン、ジャッカル言うて。ジャッカルもう一回初当たり取ったらすごいね。さああれ、あ、移動しよった。あの人、あの人移動しよった。箱入りますから箱。最初からあの人、あの人仕込み台行きよった。でもね、おかっちこの前マジですごかったんですよ。そうでね、あ、ほんまにおスイッチレベルで当たって。さあ今からおかっちの仕込み台確変。え、ちなみにこれジャッカルも2連でしょ、森さんも2連でしょ。2連っすね。しょぼない。しょぼいな。しょぼいわ、ガチで見せたら当たり U パチでよかったやん。刺激、さすがにそれは罰ゲームですよね。ね、もう誰が罰ゲーム受けるかわからないやつを用意してますんで。龍拳最強で、今日の見せ場どこ。1時間タイマー、あのね、もうそんなわざわざ1時間タイマーつけたくないわ、もうめんどくさい。そうですね、35分タイマーぐらいにしたいです、ね、いやいや、もう開始速攻当たってほしいわ。もう55分の1。あ、か、過去編中ね。おお、刺激また。とりあえず来た。お、あ、いいですね。これね、でも七星剣心でもね、外れてたからどうなんやろう。最後のあれかな、やっぱボタンかな。ドライブゲートがやったら熱いんかもしれないしね。外れた。残念。全員タイキック、全員罰ゲーム。ところで寿司三昧いつですか。結構増えますね。よ、寿司三昧。そうそう、おかちね、今、まあ、ずっと小当たりラッシュでしたけど、今やっとバトル入ったんで。お、まだバトル。森さんどうだい、またやな。ほどお願いします。お、あー、あー、まあまあ、おかちは10番。今一応、店長陣のね、台はちょっと騒がしくなっておりますけど。地域、地球外に飛んで。地球外でしょ、海でよかった。森さん、過去側の北斗へと当たらないってことで OK ですか。当たってるじゃないですか、皆さん。え、4分の3当たってますよ。あ、おかっちはこれもう逆転も当たりですね。くっそ。ほら、おかっちがめっちゃ見せ場見せてくれてますね。手を叩くな。北斗のロゴ微妙やな。これから多分あの10ラウンドじゃないと思う。一応振り分けありますからね。ここもだから3と7取らないと小当たりラッシュに入らないので。あ、でもどうなんやろ。そうなんですよ、あの右打ちでも普通の確変の当たりが何倍やったっけ、26% あるので、10ラウンド確変じゃないと小当たりラッシュつきません。4ラウンドだと思う。まあ、あのラウンド昇格途中でもねあるとは思いますけど。お、モリリンもロゴ落ち。お、ジャッカルの台は赤。森さん、これ時短50回ですか。時短50回っぽいですね。おかち、おばちゃんみたいな喜び方すんな。おばちゃんみたいな喜び方。さあ、ジャッカルはこれ、お、また救世主国。こんな、こんな出えへんで、救世主国普通。4回目これ。すごいね、北斗の割にはだいぶ感情いじってきた印象。そうですね、ちょっとまあセブンとかとはちょっと印象がちょっと変わったかなって感じですかね。演出は私は8の方がいいかなとは思うんですけどね。確かに。そう、バトルはね、なんか、ね、やっぱり前昔の北斗っぽいんでちょっと分かりやすいっちゃうとか。お、キリンタイトル、これはもう当たりだ。ジャッカル当たらうんちゃう、これは。ちょっと当てないと。
でもあれやね、モリリンの台とジャッカルの台、ようキリンガロ出るね。出ても当たんないですけど、ね、まあ確かにちょっと辛かったね、あれね。まあでも救世主予告出てキリンガロですからね。でケンシロリーチか、救世主多すぎーと。いやほんまにこんな出ないよ、ボスは。ま、今日は見せ場がいっぱいあったということですね。あ、ちょっと待って、でも、あ、これ熱いパターンやね。これ当たりじゃないんですか、緑カットインからキリン上乗せみたいなね。なぎこのフレディ・マーキュリー。確かに似てるよね。確かに、フレディ・マーキュリー。これ何でいいんだっけな。当たりましたね。え、ちょっと待って、これ当たってないの堂本光一さんだけ。光一のみっすね。光一くんだけ。すごいね、ジャッカル初当たり2回目やもんね。もう森さんはすぐもう終わってるやん。終わりましたね、見せ場なし。 VS 半やね。確かにフレディ・マーキュリーめっちゃ見てた。さあジャッカルさんはね、これ2回目の初当たりですけど、さっきはね、確変入ったからね。今日の罰ゲーム、モリリンでええで。まあ、一応カッチはな、先に当たってる、当たってたからな。今更だけど、これ319で大丈夫ですか。319です。319ですね。はい、ミドルです。やっぱそこそこの当たり方でしょう、319のあれの。はい。そうそう、ジャッカルさんの場合はね、結構キリン絡みの当たりやったね。国土は映像が乱れすぎる。まあちょっとシェイクビジョンじゃないけど、ちょっとあれやね、今回同行版がすごい動くね。まあ今光量設定はね下げれるので、あれ目ちょっと眩しいなと思ったら下げてもらったらいいかなと思います。まあね、おかつ今過去編中なんですけど、まあ本当に過去編中の確率が割と50何分の1やったかな。ですね、まあ、まあまあハマりますね。まあまあまあハマらんかよ。まあ小当たりラッシュでねずっとハマってくれとったらいいですけどね、ほんと刺激の受ける確率はまあ3分の1ぐらいちゃいます。それ順調な感じを言いたいだけでしょ。順調な感じを言いたいだけ。まあもしくは川本誠2分の1かどっちか。ちょっと古いよねやっぱり。ルローに献身つながり、うん、やっぱり 30代中盤やな。モリリンの畜牛かメイドコスプレでお願いします。メイド高一罰ゲームでガラスの少年お願いします。めっちゃガラスの少年プッシュしますね。でもガラスの少年歌わなあかんってことはもう一人相方いるってことやんの。じゃあジャッカルが強しって呼ばれてるんですよ実は。え見せ場的には森さん、刺激さんじゃないの。いや違うんちゃいます。えジャッカル旗たり2回引いてんねんね。あ、ジャッカルさんまた過去編入ったやん。リン出てきた。全然関係ないけど足がだるくて寝つけないどういうこと。アドバイスしてあげて。休息時間貼ってあげてください。休息時間足冷えすぎてるんちゃう。あ、冷え性の方ですかね。薬用陽明酒のマントダメじゃないですよね。陽明酒ね、ちょっと一時の寝ましたけどね、はい、私さすが。逆に私は寝れなかったっすね。モリリンガチで今日苦痛やろな、もう思んないやろ。そやね、これ3、4人でうち、おちょっと待って、モリさんいきなり世紀末、救世主伝説になってましたよ、ね、あら。さあ、森予告出るか、森予告。保留の始まりでいきなり。森予告、まだ救世主。まだ救世主じゃん、これ。マジでこれでも当たらんのじゃが、面白い。来ましたよ皆さん。まあ、確かにでもこれは百裂拳予告と一緒ですからね前回の。いやいやでもごめんなさい、こんなに出ないよ普通。これはもうちょっと店長チームの勝利ちゃいますよ、ね、いやこれ当たったらの話でしょ。森さんまだ当たったとは決まってない。まあまあ、大当たりのフローとしてはやっぱこれ絡んだ方がやっぱりね。赤保留ですね。あ、赤保留なんや。森さんこれ外したらちょっと面白い。あ、そうそう、このリーチが多分一番強いはずです、ケンシロリーチの中でゼロ編って言ったらいいかな。いやスリアだーって、ね、
モリリンは通常楽しんでるんだよね、プライベートは打たないやろうが横から丸いの役物出るのなんか見たようなあったような気がする。そうなんすよ、さっきオカチが言うてたんは役物ちょっとウルトラセブンのあれ太郎かウルトラセブンかのあの愛役物見てるってねあ、赤、これチャンスアップですね。ああえ、オカチ終わる？あ、キリンフラッシュなってる。誰や？今ヒューンって音聞こえたけど、今オカチ裏ボタン押しましたね。この時点で裏ボタンないだろ。あの7回押したね。確かに。森さん。あれ？やば。あれ誰？あれキリンからギリンジャワーのヒューンってなったの。オカッチかな。誰やって枝叩いたの。あれ？あれ？やばいぞ。あれうーわうーわ。あれは。なんかその見せるだけ見せて。マジで。やったでほら。なんかケンシロリージで一番熱いとか煽るからほんま。いやいやいやあんたが出すからやないか。赤保留まで見せるからやないか。うっそ。店長チームか役職チームどっちが勝ちかと言われればモリリン以外が勝ち確かに。おかち負けた。しかもあれ弱攻撃でしたよね。トキ終わりました。じゃあジャッカルが終わるまでやりますか。そうね、今サウザー、はい、なんかヒューンって音聞こえたけどな。ヒューン、いやもう脱世って言われたジャッカル言われてるよ。いや森さんやろダサいのちょっともう楽しそうに手叩いとったからケンシロウさん戦いの荒野行き過ぎや。今日結構出たね。前のあのその動画の撮影の時救世主国一回も出えへんかったけどな。やっぱ過去側の北斗エイトはいいんかな森さん。いや持ってますね。持ってんの。あの赤保留外れたけど、はい。ジャッカルもオカッチも落ちすぎでしょ終わったぞもう一回ぐらい当たるんちゃう。あれさっきのあのヒューンってのは何やったんやろ。空耳か。え、誰かなんかバジリスクとか売ってませんでしたもう帰るって言われたあの上のスタッフさん帰るで。あ、もう帰るって。うん、あのあれ光一くんがあのガラスの少年歌ってくれる。確かにえ、そんなネタあったん。無茶ぶり。ただの無茶ぶりっすね。いや、はじめ強しって言われてて、おう、いや髪型的に高一ちゃうって言ったら高一になりました。なんじゃそら髪型で寄せていってんの。そうっすね。シエキ、その服着てお出迎えしてくれますか。どうしましょうかね。ちょっとピッチピチすぎるけどな。ちょっとね、なんかそれは何かを示唆してるんかって言われて嫌なんでやめてください。そうやね、ちょっと誤解を生むとね、めんどくさいからね。初当たりと各編はすぐに入る過去側、ただ各編は続かないめっちゃこの人飛んでますけど。今現状聞こえるようになった。でも俺も聞こえない。いやキリンフラッシュ鳴ってたよな。鳴ってなかった。後ろの台でキリンフラッシュ鳴ってる。私の後ろの台北斗無双電源切れてるけど来週には通路。どうでしょうね、今のところどうですか、こう4人、あの北斗エイト、してますけど。いやちょっと、小当たりダッシュを楽しみたかったです。結局楽しんだんで、おかちと、おかちだけか。いやでも僕、結構小当たりダッシュ大好きですけどね。ああ、そう。逆転裁判に始まり。あのラオが弱いってことだね。ラオが弱い。今回ちょっとラオを選ぶと、ちょっとやばい。すぐ龍拳あるとかね、時出てくるかもしれない。化け物の筐体みたいにキリンフラッシュするから。人気台連続で出しすぎだよ。結局刑事ともそう打っちゃうよとかね。そうか、キリンフラッシュ聞こえたけど幻聴やったんかな。おかっちの店の方が北斗エイト続くよね。そう駅前の方がね。駅前はね、次第で買え、もうちょっと後ですけどね。今週は6日ですね、6日。6日にまたこの北斗へとご入ると思いますので。あ、おかっちも終わってまう。キリンフラッシュなっても外れるってことでしょ。てかジャッカルいつの間にか終わってない。そう、時短、今時短。
どだから岡田天井が落ちた時にジャッカルも似たような感じで落ちてた。ジャッカル一枚仕込みある。キリンフラッシュイコール当たりじゃないから。まあでも各編中のキリンフラッシュってもうだいぶ期待度めちゃめちゃ高いと思うねんけどな。僕やったんちゃうんすか期待。キリンフラッシュ、え、キリン出てた？出てないっす。おかち駅前の北斗と使用金交換してもらえ、どういうこと？北斗、北斗エイトとあれ過去側の使用金を交換ってこと？どういうこと？どういうこと？どっちの方がいいってこと？場所を交換してほしい。何なんですかね。代を交換してほしい。あ、ないだ。ほんま、おばちゃんみたいなおかち。これ当たりましたね。いやいやいや、もう想定性でしょ。おかち北斗エイトを加古川に押し付けようぜ。ほらね。お、いきなりバトルボーナスになった。お、ただ、右打ちやけどあれか、通常があるから分かれへんのか。いきなりバトルボーナスとかあんの？残った保留当たりました。あ、そうなの、なるほどなるほど。何保留で当たったと。これあれっすよね、激闘モード落ちてもあの通常か過去変化分からんとかいうのあるんすかね。もう時短は時短なんすかね。時短時短ちゃいます。大丈夫大丈夫、小当たりだし大丈夫。ほらパンチパンチ。あ、これはいいですね。はい、激闘モードはもう時短50回って書いてあるんで完全に時短ですね。じゃあもうほんまに最後の回転で当たったってこと？さすが、すごいね。かわした。右保留の4で当たったの。そうですね、今回転数で見ると今53回目になってるんで54やね。やりましたよ。いやいや、あんた何もしてへんや森さん。いやいや、750玉出してますからね。ジャッカルより少ないじゃないですか。うっそ。まあモリリンがちょっと上がれち打っとけばよかった。お前らウルトラセーブを取ったよかった。パンチかよ。まあ、これで、さっきがあれか、おかっち覇者の道やったから。さすが今、伝承者の道ですね。ああもう、壊さんといてよもう。いやなかなか、あれですね、終わる瞬間になってまた見せますね。いやー、引き強いね、おかっち。すごいね、時短、まあ、連鎖ポ保留で引き戻し。天使のやったらアミバがやるんですよね。そうですね、あのサウザーだとやばい。オッケーオッケー。これ今小当たりらしいですよね。違う違う違う、違う。今普通の、普通の過去変数。何それ。え何それって。ちょっと引き戻しね、しましたので。この下のこれは何なんですか。どれですか。あのそれで例えばあのジャギが、ジャギとシンが消えてサウザーとアミバーとかそんな、何だろう、選択になるのかな。そうですね、さっき僕もだからそれで龍拳と、あ、そうそうそう、あれだけ残ってたんで不動ね。で龍拳やったよね。龍拳になりました最終。まあ多分アミバはもう、ほぼ濃厚やと思うんですよね。でジャギーやと、期待度が高い。でシンだと中、サウザーがもう激低かな。なんかサウザーに勝ったらね、この台調子良さそうみたいなとこありそうですよね。やっぱり延長どっち。まあできたらサウザーは来てほしくないってところですよね。いやー、どうやろう、天井チームで言うとね、森さんが多分罰ゲーム候補入るんじゃない。なんで勝手にそういうことにすんの。え、今日森さんの用意したやつやろ。はい、私用意したのをみんなで食べましょう。でもそれ天井陣と約束関係ある。いやいや、多分 5個あるから、ああ MC も入れて5個でいいでしょう。なんでやねん。いや、モリリン2つ食べなあかんやろ。モリリン2つですか。まあ、ちょっと当たる確率高くするために。当たる確率最初選んでもらう2つ。じゃあモリリン2つにしましょうか。まあ最終的に、まあ一応今日当たりがなかったからね。ジャギ、あ、ジャギの先読みをジャギ来い、ジャギ来い、そういうのいら、
そういうの嫌って。こんばんは。アミ若ジャギ来い。まあちょっとね、こういう煽り多いですけど、あと死闘ゾーンもね、あるんで、死闘ゾーンに多分死闘ゾーン中にリーチがかかれば。おっ、ユリア、ユリア出たんすか。今なんか赤文字でしたね。赤文字だったね。アミバやん。しかもこれでリーチなんだ、確定でしょ。今リーチなるでしょ、なるでしょ、赤文字やったし。おお、すごい。森さん関係ないよ。いやいや、チーム戦ですから。森さん700発でしょ。チーム戦ですよ。1、2、3、4、5、6、7。それはだって乗り打ちやったら貢献しないとダメでしょ。え、ならへんの。あ、ならそうとしてた。ならへんかったら出てるよ、ロナウドでしょ。あー、まあそれはありますよね。10ラウンドじゃないってことかな。でもアミバイからどうなんやろ。パチでシリーズ8まで出たのって北斗の剣だけですかね。お、なんかメロン出てきましたよ。メロン出てきました。なんかメロン、保留メロンになりましたよ。メロンって何スロットこれメロンになりましたよ。メロン、まあ、ほらメロン。あ、ほんまや。保留じゃないな。これ何、今日できる。すごいね、オカッチは時短引き戻してからまた過去編。アミバは10ラウンド濃厚ではないんですね。多分ちゃうっぽいね。まあ、あとはね、この多分ラウンド中のセグ見たら分かると思いますけど、ね、アニメーション、アニメーション、アニメーションじゃなかった。メロンメロンって何。メロン 36% くらいやったっけ。あ、そんなに期待があるんすか。お、熱そう。たんちゃうじゃん。いや、森さんさっき結構熱いな外してるからな。お詫び来ましたよ。お詫び。いや、そっからっしょ。ちょっと森さんの代表か。これか。この命捨てればなるまい。十座。これは雲の十座。なおない十座ね。そうです。北斗でメロンってなんで関係あるの。なんでしょうね。キリンがメロン食うんですかね。え？え？メロンはちょっと分かんないね。微妙。いや、ないでしょこれは。まあ、キャラリーチは多分もう キリンカットインぐらいでしょうね。多分そんなに期待度的には高くないので。からの復活。おう。メロンは何もない。メロンちゃんダメだったじゃないですか。メロンちゃん。いや、ほんま多分ね、モリリンだけ絶対面白くないと思うねんな今日。こんな間に挟まれてさ、自分だけ当たらへんけど、苦痛でしかないよな。いやいや、モリリン以外粘り強いんで大丈夫です。粘り強い。まあでも当たり、初当たりはね、割とまあ時間ちょっとかかったけど取れたね。え、また。いやどう。なんなんおかち。煽り芸人みたいになってる。そうね、なかなかかっこいいアイテムすぐちょっとね落ちたけど。かっこいい早いですね。40% もあるのに。そうですね。あの26%を引き続けたと思うんですね。そうですね。7と3がちょっとなかなかしんどいですね。まあ同じ過去編でもその4ラウンドやとやっぱね出玉は増えないですからね。まあ過去編の最低で出玉は森さんになりますけどね。あれ？で先発いってないじゃん。煽りますね、はい、今日のモリリンの敗因は堂本光一の呪い。名前のミス。堂本光一でつけたん誰だ。マイク鶴山ですね。あ、マイクさんだ。
じゃあマイクさんが強しのポジションでの。いや初めはジャッカルが強しのはずだったんですけど。あそうなん。その後別にあれですけどね、全然関係ないですけど、アキラとシュウジでもいいって言ってましたね。シュウジとアキラ。おお、ちょっと古いね。はい。これなんでジャッカルなんですか。ジャッカルは何なんでしょうね。そこはちょっと本人に聞いてみないと。自分でジャッカル言うたわけちゃうやろ。勝ちの確率って最近319ばっかりだけど、それはもう決まりがあるんですか。そんなことはないですよね、まあ、上限がそこっていうだけですよね。だから一番今の新基準というか基準の一番マックスが319分の1ところですよね、はい、そうですね。まあ、だっていろいろありますもんね。その219分の1があったりとか199分の1があったりとかもあるし、まあ一応今最高の上限が319です。そうですね。じゃあ、ちょっと前のマックスタイプで言ったら399分の1かな、あれと一緒です ね、上限が。昔はいろいろ確率多かったですよねと言ってますけどね。まあ幅も広かったですもんね。どれぐらいの昔でしょうね。分からん。僕がパチンコやり始めた時はもう 50% ほとばっかりでしたけどね。過去変形の突入が、はい、そうですね。だからもう何10年ちょっと前ぐらいだってあの500分の1とかあったでしょ。ダイヤマとかあれでも 68% とかでしたからね、継続率ね。で出玉もそんな多くなかったでしょ。1800とかですね。そう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 、そういう考えたらね、今のパチンコってまだちょっとまあ良心的なんかなとも思いますけどね。ただ売ってる当時と比べたらちょっと分からへんもんな。役者めっちゃ期待してますって言ってますね。ありがとうございます。それアムロやないか。犬のサブローは元気ですか。誰うちのサブロー。あなたのサブロー。ランちゃんですよ。ランちゃ ん、 ランちゃん元気ですか。ランさん元気です。ランさん最近は会えてない。ランさん月に1回会うぐらいちゃいますね。ああ月1回会えてですね。実家におられますね。そうなんです。おかっちゃんなんか動物とかは飼ってないですか。お家触らない触らない触らない。僕虫も触らないんですね。まあ、虫のツイートしてた割には虫触らない。1メートル離れてからズームで撮らない。飛んできたらやばいやつ、ね、飛んできたらやばい。嫁のさとこは元気ですか。刺激さとこ。さとこって誰。さとこ誰。誰ちょっと誤解を生むんでやめておいてください。それジャッカルの嫁さんの名前ちゃうんですか。あ、そうなの。勝手に名前つけてるけど、はい、昔のリーチスキップ機能って斬新やったと思いますけど。それブラボー5ちゃうんですか。分からへん。平和の。あ、そうなの。ボタンでスキップするやつ。でも演出時間一緒でしょ。いや、あれはほんまに保留ずっとスキップできるっていう。あ、そうなん。あったはずですよ。時間調整それの時ってどうしてたんやろうね。関係なかったのかな。ただミドルとかじゃなかったと思うんですよ。プラモファイルどうやったかな。ユーパチとかもうちょっとなんか低かったような気がしますか。森さんってパチンコ歴やったらどれぐらい何年ぐらいになるんですか。僕17年ぐらいちゃいます。大学の時から。海物語 3R 世代です。その話、トミーの話思い出すけどな、3R ばっかり。 3R、ただ僕はどちらかというとワンワンパラダイス派やったんですよ、ね。ワンパラ派数17年はい。岡田店長はスロットの方があれでしたっけ。岡田店長はスロットの方がよく打つんでしたっけ。僕はあの孫子分からないですよ、ほんまにちゃんと打ち出した。あ、エヴァの。エヴァの。じゃあもうほんま10年ちょいぐらい。そう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 。 A タイプですね、孫子から。 A プラス RT か。え、モリリンとジャッカルさんって普段プライベート打ちに行くの。いやいや、めちゃくちゃ打ちますよ、この2人は。いや、モリリンは打ってますよ。あ、モリリンは行くんや。はい、僕、はい、もうほぼほぼ毎日行ってる。毎日、若いな、すごいね。今チャレンジャーのハマの。そうそう、おかちね、今確変中やけど、これがね、こうあたりらしちゃったら。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。ここのバランスよな。え、モリリンとジャッカルさんで歴でいうと何年ぐらいなんですか。打ち始めた年から考えたら今何年目ぐらいですか。12年とかじゃないですか。あ、モリリン分かんない、10年ぐらいですかね。おお、結構じゃああれやね、打ってるんやね。初代エレベーターぐらいから。あ、じゃあまあ10年ぐらいですね。あれ2000
8年とか9年やったっけ。5号機ですね。そうですね、まあ、そんなもんですね。僕多分あれなんで役職主任ぐらいやった時なんでいや覚えてんな。奈良、奈良あの時奈良でしたっけね。いや微妙なとこっすね。川西かもかどっちかぐらいの時ですね。スロットはいいよね。レバー叩いたら演出飛ばせるもんね。そう、まあ回すって考えたらどうなの、スロットの方が早いんかな。まあいろいろありますよね。大工の源さん知らない世代ですか。大工の源さん知ってます。その大工の源さん、はい、古いやつかな。なんか昔ファミコンとかで見たことあるけど、ああ、それ3回権利もんのやつだと思います。一番最初のやつだと思う。400何分の1の確率とかになっちゃいます。設定付きの。もうあれも何年前、20年ぐらい前ですか。ぐらい前ですね。僕はでも銀ギラパラダイス派でしたけどね。同じ権利もでも。そうですね。あとアレックスっていう意味のわからん台打って、はあ、あの1000円で当たったんですけど、はい、あの打ち方わからんくてパンクさせて、あの大当たりなくなったっていう。はいはい、ちょっとあの時代は怖かったですね。おかっちマジでハマってんな。長い長い。そうですね。おかっち終わりでやめようと思ってるのに長いですね。長い。宅編中やけどこれ小当たり出しちゃいますからね今。これでも小当たりだと一箱ぐらい出たでしょ。いやーまあ今150回ぐらいハマってるからね。出てると思います。ハマったらもう1箱以上出てると思いますよ。いやー今日は見せた放送になりましたね。見せてんのかな、はい、関東より見せてるんちゃいます。いやそれは分からんこれはさっきなんかだいぶ前のコメントで別の機コーナー配信すぐ負け取ったみたいな感じだったけどね。あーやっぱりバトルね。じゃあやっぱうちの方があれですね、見せ場があったということですね。どうなんやろ、おかっちぐらいじゃん、格変頑張ったん昔の代右打ちなかったもんな、懐かしいね。そうだからむっちゃ消化時間長かったよね。そう考えたら右打ち考えた人すごいね。確かに。天使郎、天使郎散歩ばっかりしますよ走れ走れ。各辺で左打ちでへそに入るのが嬉しかったな。ナナシーでパンコさせる人多かったな当時。まあまあまあ確かに権利もんは怖いですね。そうですね。困るね。右打ちは一発台で昔からあったよ、ね、まあ右打ちっていうかあれかな、どっちも打てるってやつかな。電柱、まあ、入れるっていうのがございます。なんかな、まあ、言うたらだってあの近江2とかもあのどっちも一応右打ちでもできるもんね。あれまあ言ってますね。真ん中狙って散らすとかやってましたけどね。そうやな、私も多分そんなに歴は長くないから、まあ、あんまり昔の台のことは分かんないですけどね。あのあれあれ、おかちが天使郎で叫んだから店内で一人で大声出すのは他のお客様のご迷惑になるのでご遠慮くださいって言われた。営業終了後やからね、一人やったらちょっと寂しいけど。いいですよ、むっちゃハマんな。めっちゃハマるね。188回、200いくね。いやもうほんまこれたらればやけど、ほんまこれ、そういやほんま思いますよねこれうまくいかへんな。でね、小当たりラッシュ入ったらすぐ終わるみたいなあるから、なんなんでしょうねこの確率って。すごいね。北斗はハマったら終わるんですよ。あ、この後やばいってことで、この後終わるんですよ。昔のパチ店員さんの方がいろいろ面白い話聞けそう、ね、まあ台もまたちゃいますからね今と昔はね。まあお客様あるあるとかも多分今と昔じゃまたちゃうやろうしね。たまるね。やっぱり55分の1、56分の1やったらやっぱ200ぐらいは。え、変えられ変えたいんや今は無理なんかな。あ、アミバ、
いや、超えましたね。いやこれがね、ほんま小当たりラッシュやったらマジでいいよね。まあその可能性もなくはないのか、でも。そういえば昔、大昔大移動して怒られた。今にしてみたら何がダメだったんだろう。いや本当にね、一回交換とかありましたからね。そうそう、まあ、昔はそのハウスルールが割とね、厳しかったんでね、もうその台しかダメみたいなね。そうなん、そう考えたら今は割とこう広がりましたよね。うわ、サウザー最強が出てきた。やっぱりあのおかちの言う通りやった。ハマった後は終わる。ハマると危ない。しかもあのチャンスアップ今のとこない。5、6、7。ランプも10ラウンドが否定されたんで。そうですね。ちなみにモリリンの台ちょっと赤系の演出来てんじゃん。コゼロなんで。コゼロ出た。コゼロ出た。ついにモリリンが見せ場を作るときは。モリリンはあのホゼロを信じる派ですか。あ、信じますね。信じるんや。当たらないっていうね。そうそう、演出が熱いの出やすいってね。飛んだー。ケンシロー、ケンシロー、サウザー強いな。まあ、我がキコーナ軍の勝利ですね、今日も。あれ、モリリン、またあれじゃん。また救世主来たんじゃん。救世主ですよね、これ。ちょっと私は、警備の延長してきました。あ、そうや。セコンド、セコンド電話してきて。いつものお時間で。ちょちょちょ、救世主国、今日出すぎやから、マジで。モリリン、これ2回目 ?2回目ですね。さあ、2分の0がなのか、2分の1になるのか。もう当たらんねやろな。じゃあもう、モリリンの当たるか当たらんかを見極めて、ね、本日は終了といたします。ホゼロを信じるモリリンは幸せ。でもこれホゼロやから、どっちか言ったら外れるかもってこと。そうそう、もう当たる気はあんましてないですよね。そうやね、ホゼロでなんか激アツ保留とか来たりするもんね。あとはチャンスアップ、あ、これまたあれやね、フレディ・マーキュリーやった。ハンやったっけ、 VS ハン。電波が届かないぜ。え、ちょっと待って、おかちなんか演出来てる。何やねん、出せ。フレディ頑張れ。フレディ頑張ったらケンシロ負けるからさ。We are the champion。 結局でもあれか、救世主国このまあ1時間ちょっとやけど5、6回出てんの。すごいね。どんだけフレディ・マーキュリー頑張ってます。バイシクルだね。下がってこい。お疲れ様でした。下がってこい。ハゼだ。ハゼです。ホゼロは。さすがホゼロ。いや、まだ分からへんけどね、これ復活もあるからさ。やる前から負けること考えるバカいるかよ。森さん勝つ気やったけどさっき負けたよな。下がってこい。うわ、やったで。モリリン、モリリン、やっぱ今日もう罰ゲーム受ける運命なんや。モリリン、そうやわ、ほんまに。そうですね。どうする、モリさん。一応ロシアンチョコやんの。ロシアンチョコやりましょうか。どうする、モリリン、なんか別に罰ゲームやった方がいいの。なんかやります。じゃあ、じゃあジュース作ろうか。ジュース。じゃあ行きましょう。虫持って、虫外おるやんか。カコガーの周りに虫おるやん。カコガー店一応害虫駆除してるんで大丈夫です。いやいや、外やで、外やで、はい、いや、ちゃんと害虫駆除してますんで。おかち、じゃあ乃木ジュースか。オリックスファシリティーズさんにいつもやってもらってますんで。また新しいの、新しいのとか最近持ってきたやつ、ね、これかこれ、どっちがいい。なんすかこれ。作ってあげて。これなんだこれ。チョコね、なんかあれやね、チョコ1個だけデンジャー味らしい。いや、モリにそれ2つ食べなあかんね。美味しそう、美味しそうやね。めっちゃ、うん、プレーン、ラズベリー、オレンジ、アールグレイ、デンジャー。あっちって作ってあげてください。はい。それなんなんそれ。え、これにがり。あ、にがりで割らなあかんのこれ。にがり。にがりで割んの。にがりとか嫌やな。はい、わあ、懐かしいな、このにがり。ねえ。チョコレート、これ用意しましたんで、私。はい。それ食べなかったんやろ、森さんが。いやー、僕はね、うん、ラズベリーっすかね。じゃそれを食べながら、モリリンはちょっとジュースね。はい、もしかしたら辛いの食べる可能性もあるからな。どうします、 MC の方も1個食べます。ええわもう。明日も仕事やねん私。大丈夫でしょ。セミ拾ってきて、ありありでもいい。6?
氷まあちょっとでいいですよ、はい、そんな多分全部飲みきれないと思うんで。怖え、うわっ、怖っ言ってる。おかちが規制を上げた。なにこれ、ちょっと匂ってください。おっなんで同じ反応やねん。懐かしい、でもこの匂い、なんかうわこの匂い懐かしい。みんななんでその3落ちみたいな。昔これ紙パック、紙パックでしたもんね。そうそう、紙パックあった。紙パックのやつ1個伸ばされたよ、確か。ノニジュース懐かしいな。はい、じゃあどっちからやります。じゃあモリリンどうする。モリリンさっき2つ取るか、それとも、もうあのちょみんなの先取るか。でも5分の2、5分の1やから、さっきモリリン取った方がいい。これガチで、しかも順番はわからんって書いてますんで。あ、そう、2つ。僕チョコ2つ取ったらいいですか。辛いの。どれか辛いらしい。これに書いてあるんじゃん。いや書いてないんですよ、それ順番は記載とは異なりますって書いてます。あ、そう。じゃあどうする、誰から取る。はい、まあ、モリリンはあの無条件でおジュース、おジュース。いや色ね、僕さっき見たんですけど分かんなかったっすね。これちょっと赤いでしょ。そんなある、まあ、色そんな言うたらあかんやん。そんなある、これ色、これ色が、え、これなんかな。唐辛子でしょ。どうなんやな。いやでもね、匂いは普通のチョコレートっすね。何入ったんすか。はい、激辛でしょ。それちょっと一回比べましょう。どういうこと。ほらほらほら。いやでもね、これもなんか色、ちょっと茶色でしょ、こっち。なんか、あのいっぱいなんか粉末が入ってますね。いやでもね、わかんないですね。森店長、ちょっとあの、これフェイク、フェイクちゃいます。どうする、一斉に食べるのか、一人ずつ食べるのか、どうする。いや、一斉でいいんちゃいます。一斉でいくの。はい、いきます。じゃあ、一斉に。はい、いただきます。はい。お、おかちは抜けた。これちゃうんじゃん。あれあれ、いや、わからんで、食べる。じゃあ、もう一個。燃えてくれないの、これ。で、ちょっとジュースもあげてね。おいおい、誰、え、誰やねん。おい、ただ美味しく召し上がっただけやないか。いや、僕めっちゃ買うときにね、めっちゃ1個激辛なんで気をつけてくださいねって言われましたけどね。何普通に食べてんの。何美味しくいただいてんの。あ、気持ち辛いかな。いやいやいや、おいしい。リアクションよ。僕多分オレンジやと思うんですよ、ミカコンチか。いやちょっと森さん、あのモリリンあれやわ、ジュースあげて。じゃあジュース。僕辛いのも一応食べて、はい、え、これ直ですか。はい、全部じゃなくていいよ、ちょっとお口含んで、ちょっと味見程度、テイスティング。テイスティングを、もう飲んだしかも、はいはいはい、うん、はいはいはい、うわぁ。何味、まず、のに、まず。あ、ちょっと堂本小一みたいな顔になってる。絶対違う。ちょっと飲んだら、飲んだらちょっと過酷なの。体にいい。まず、何これ。体にいいよ、でも。じゃあ、もう置いた。置いた。置いた。え、飲んだすもん、もう。まさかの、まさかのチョコレートが全然辛くない。ちょっと、森さん、これ罰ゲーム誘うじゃないの。いや、これ違うでしょ。いやいや、森さん、罰ゲーム誘うやろ、完全に。いやいや、ちょっとね、森にちょっと化学調味料に舌侵されてるんで。いや、森さん、ちょっと今日、あれちゃん、罰ゲーム誘うちゃうん、これ。罰ゲーム誘うって何。いやいやいや、罰ゲームを持ってきた人が誘うするってやつ。じゃあ、あれ飲めって言われてるで。一口一口一口飲みましょう。やっぱあの芸人やからね、この人。くっそ。何味っすか。フェードアウト。酸っぱ、なんかフェードアウト。ちょっとジャッカル飲んどいた方がいい。ジャッカル飲んどいた方がいいね、これ。なんでみんな連帯責任なの、これ。なんかしかもね、なんかちょっとワインのなんか後味みたいなのがこうなんかカーってくる。普通やね。普通やね。体に良さそう。体に。ジャッカルね、健康派なんで。自然派食品なんで。じゃあ、ノギジュース差し上げますんで、はい、おうち持って帰ってください。いや、いらない。いらない、いらない。いらんの。いらない、いらない。はい。じゃあ、はい、本日、北斗エイトの試打しましたけど、過去あって20代。20代入っておりますので。はい、じゃあ、感想をどなたか代表して。はい。じゃあ、ここはやっぱり、あの、各辺にいっぱい入れたジャッカルが。いっぱいに。じゃあジャッカルさん、北斗のいかがでしたか。そうですね、うん、感想、まあ、やっぱ熱い予告しっかり絡んでも、まあ、店長外れちゃったんでね。まあまあ一番外してんのモリリンやけどね。モリリンは確かに外しまくってましたね。はい、うん、
まあ、けど今日のデータとか見たら結構連10連とかしてる台もあ、ね、あま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 あ、データランプ見たらね、はい、結構してるんで連チャンはしなくはない。ただ今日のやっぱ4人が引き弱かったってこと、はい、でしたね。そうっすね、はい、そうっすね、確かにそうっすね。まあ20台入ってますんでね、ぜひぜひ、はい、あとねスロットも、タイバニーかな、タイガーのバニーが3台、はい、こちらバラエティコーナーにあります。そうですね、まあ、あとはミドルが打てないというお客さんも銭形平治2と、はい、ウルトラマン7のライトと、ウルトラ7やで、ウルトラマン7ちゃうで、ね、あ、ほんまや、え、ウルトラマン7じゃなかったウルトラ7やで、まあ、あとエヴァのね、ウルトラマン7みたいなのもないけど、ね、いや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 、役も似てたけどちゃうから、はいはい、まあ、あと1円でもね北斗8入ってますんで、ね、ああそうですか、はい、じゃあもう手貸しのお客様もぜひ、ね、よろしくお願いします本当に。あと、はい、これこれ天球日、これこれ、はい、じゃあちょっとそれモノマネでちょっと告知してもらっていいですか、萌さん。何のモノマネ？いや北斗シリーズのなんかでやっぱね。いやはあ、ここは通さねえぜ。ひい。9月9日天球日。9月9日天球日なんですよ。普通やないか。残念ながら9月9日天球日なんですよ。来週ね。残念ながら。はい。その回だから9月10日新大陸になりますんで、はい、9月10日はあのうちも抽選時間変わりますわ。あ、そうなんです。あ、同じく9時に抽選受けて、はいはい、番号あかんかったら9時半からうち抽選する、はい、あ、なるほど、すごいよ、ダッシュで、はい、ダッシュ送ろうで、ギリギリ、はい、わかりました、はい、ということで9時抽選になりますので、ぜひとも、はい、新大陸初日も来ていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。何とぞよろしくお願いします、はい、9月9日は残念ながらお休みですんで、はい、総会9月10日新大陸ですんで、はい、それだけお伝えしていただければと思います。お伝えしていただければ微妙やけど、はい、分かりました。明日はどこですか？明日は梅北店です。明日は、窓2と窓2窓バニーの新しい、ものと、タイバニーの、シダになってますので、まあそちらも見ていただけたら。次回カゴガーテンは？次回カゴガーテンは18日か、はい、18日、上村現る。え、結構あれなの？なんか皆さん来る予定なの？大和現る。大和店長も来る。来れんの？みんな大丈夫？中C も来る。中C も来る。中C も来んの？初めて聞いたけど、ほんま？そうっすね。あと土谷と船谷も来ると。みんな来さして。みんな来さすの？罰ゲームばかり誘う。ちょっと運動会してけどね、あの、店長らちゃうわ。マネージャーらの。人生ゲーム絶対思んないから。自分らで作った人生ゲームやったよ。モノポリーする？モノポリー。桃鉄、時間かかるやん。時間かんな、まあ、ちょっとゲームやる？なんか、やるもんがなかったら。そうっすね。やる台がなかったらね。はいはいはい。まあ、逆者とかもその週やから、ちょっとどうなるかわからないですけど。1000円ガチャ。ちょっとみんなでゲーセン行こうじゃん。確かに。いや、1000ガチャやりたいですね、確かに。罰ゲームラッシュさせよう。サイレント図書館やろうと。なるほど、なるほど。サイレント図書館な、まあ、昔結構神津島でやりましたけどね。まあ、面白いとは思いますけど、はい、まあまあ、人数次第かな。やるとしたら。そうですね。まあまあ、また、18日も、はい、みんな来ますんでね、はい。ぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。はい、明日は梅北になってますんで、梅北からね、明日はスロセンのお店になってますんで。なんか梅北最近なんか変な、なんかキャラクター出てきてます、ね。変なって。変なキャラクター。キコナちゃん。ちょっとね、うまるちゃんパターン。はい。そんな言わんといて。言っちゃダメ。はい。はい、明日は、多分店長と副主任かな。副主任と、はい、出ると思いますので、まあ、ぜひ明日も見てください。はい、明日はまどまぎとね、タイバニーですので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じで終了したいと思います。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。さようなら。おやすみなさい。さようなら。いつも生放送動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。もし面白かったまた見たいなと少しでも感じてくれたらグッドボタンチャンネル登録お願いします。それでは明日も良い一日になりますように。またねー。